はい、2回行きましょう。2回はまだ最初の頃なんで、素人すぎて取れない部類に入るところなんですよね。それはもうこれ見てもらえば分かると思います。最初から、まずどこやこれ、これどこやったっけ。2階、あ違う、ここじゃなくて、あーそっか、これは難しいよ。それを見てもらえば分かるっていうのは違うエレベーターのことでした。ここは何個取ったんやろ。あ、3個は取ったのよね。で、1個難しかったのが、初見では絶対取れんやろっていうのが、お金払って教えてもらわないと絶対取れんやろっていうのが、これですよね。この剣が取れるんですよね。これは難しいっしょ。いくらなんでも。ここ開くんや、しかも。すげえ。これですね。あの、豚のところも刺してみようか。豚のとこも絶対なんかあるんだな、これ。今の俺なら分かった、それは。ちょっと待ってね、メモってるんで。1。はい、ありがとうございます。あと2個ね。これ刺さるかな?なんだよそれは。刺されそうにないね。まあいいや、 OK です。怖っ。え、ちなみに今ビリヤードあるんで、ビリヤードはビリヤード全部入れるとチャレンジはクリアできますね。チャレンジっていうんかな。あ、お金あった今。あ、チャレンジっていうんか、あれミッションっていうんか、もうお金かと思うの、全部光ってたら。ちなみにこのウォンテッドルイージも吸い込めるというのは後知ったよな。吸い込まなあかんし、ちなみにここで、二つこれを回す。こっちとこっち。それは取ったはずです。すっげえバイブレーションになってるんやけど、これ多分あれやな。ゴーストいるの。ちょっとやったっけな。ゴーストってないって、ゴーストってないって、テレサイ。このトイレにあります。あれ、俺自分でわからなくなったんだ。シャンデリア、メモを見るとシャンデリアと、あ、ここや。あれあれあれ、わかんないぞ。あら、そこそこ。自分でわからなくなっちゃって申し訳ない。取ってなかったんか、これ。取ったのです。これ別の階と間違えてるな。3階や、これ3階にいたようなとこがあります。そうだね、キッチンですっげえ難しいのが氷を溶かせるっていうことが分かってましたね。火ついてるんで。あれ、この中になんか一個固まってたやつがあるんですけど、これの中に入ってるとまで分かんなかったですね。ちゃんとこう持ち出さなきゃね、掴めたやつは溶けて出ると。
で最後がシャンデリアですね。一個前の動画見てもらえば分かるけど、シャンデリア、シャングリラ、シャンデリアは回すものってことが分かったんです。てかインクあるやん。インクについても最近分かったんやけど、これインクじゃないんか。なんかすっげーバイブレーションになってるって。これ絶対テレサいるんやけど、テレサはまた別にしましょう。シャンデリアってとこやろうか。あ？何今の？うわすげえ。シャンデリアってどこやったっけな。おお、結構復活してるな。かわいそう。引っ張る位置にこの子がいるんか。あれあかん、全然あかんかった今。あれで失敗することあるの、すいません。倒したい。まあいいや。これ2階やね、ここ1階になっちゃうね。あれ？ちょっとわからんな。なるほど。ちょっと待てよ。ここに来て、これエレベーターやろ。これ今のは1階やったよね。2階に来て、ここか。ここや。ここのシャンデリアが回せるやん。シャンデリアは全部回すものってことだ。これね、これがちゃんと気づかないといけないですね。このマップを見て形がそこ広がってるぞっていうのに気づかないといけなかったところですね。普通に置いたね。はい、ありがとうございました。アッパーロビーにある宝石を全部取りました。じゃあ次3回やっていきたいと思います。初見では難しいところだらけだよ、本当に。